それではですね、州庁舎をご紹介したいと思います。日本にある県庁と同じような役割をしている建物になります。でこの建物ものすごく面白いデザインをしているので、少し前の方をご覧いただきたいと思うんですね。この建物自体は1969年に完成しています。知事が代々お仕事をしていたお部屋をちょっとご紹介してみたいと思います。このですね、壁に掲げられているこの肖像画、代々の知事の肖像画になります。女性の方ですね、それからフィリピン人の方、ハワイアンの方、そしてさらに日系の方まで知事として活躍されているんです。ハワイ州立美術館になっている建物をご紹介したいと思います。この建物昔はホテルだったんですが、その後 YMCA という兵隊さんが泊まる宿泊施設になります。その頃の名残がこの場所ではよくわかるので、上の方を見ていただきたいと思うんですね。たくさんの小部屋の窓が今でも残っています。昔兵隊さんが顔を出していたのかなと思うと面白いと思いませんか。こちら今ですね、カメハメハの大王像、手を横に伸ばしています。この伸ばしている手、実はカメハメハ大王が出てくる前、戦争ばかりしていたところを、僕が一国にして戦争をなくしたから、僕が作った平和をあなたたち受け止めて、という手を示しています。イオラニ宮殿になります。小さな木造の建築だったんですが、その後カラカウア王の時代になって、コンクリート製の大きな宮殿になりました。カラカウア王の好みで、こういったエキゾチックな雰囲気のものをこの宮殿に飾って、しかも電気が届いたよということをですね、提灯をこう光らせて皆さんにお知らせたといったことでですね、すごく古い実は伝統でもあるんですね。今日お話ししたのに加えて、もっともっといろんなところで丸2時間かけて歩いて回っています。ぜひ皆さんも参加して、たくさんのヒストリーに出会ってください。